アイアムアヒーローは、花沢健吾による日本の漫画。漫画雑誌、ビッグコミックスピリッツにて、2009年22.23、合併号から2017年13号まで、連載された。物語序盤のモデルとなった三原第一丁メ立ッキョから、見た関越自動車道方面の長望謎の感染症による平凡な日常の崩壊を描いた SF ホラー漫画。当作品は、 生ける死体を題材とした作品ジャンルの一つではあるが、連載開始時は単行本ほぼ一巻分を主人公の日常を描くことに先、パンデミック後も日常性の崩壊と災害が主催かつ淡々と描かれる。さらに主人公をはじめ、様々な形でこれまでの社会に劣等感を抱いていたものを中心に、不条理に対する人々の行動にスポットを当てている。 漫画大賞2010で4位、漫画大賞2011で3位、第58回小学館漫画賞一般向け部門受賞、2016年に実写映画が公開。この制作発表時には、作中の感染者を表す ZQN がゾンビであると表現された。主人公、鈴木秀夫は冴えない35歳の漫画家。 デビュー作は連載開始後半年で早々に打ち切られ、借金も背負い、アシスタントをしながら、再デビューを目指し、ネームを描いては持ち込む日々が3年を経たが、出版社には相手にされない悶々とした日常を過ごしている。そんな無意な日常の中の救いは、恋人である黒川哲子の存在。だが、その彼女も、すでに売れっ子漫画家になった元彼を何かと引き合いに出し、 酔うたびに英雄の不甲斐なさをなじる始末であった。そんなある日、全国的に噛みつき事件が多発する。街に増えていく警官の数、さらには厚労省が入院して、その入院先で銃撃戦が起こるといった報道が立て続けに起こる。英雄も深夜、タクシーに惹かれて、両腕と右足がつぶれ、首が真後ろに折れても運転手に噛みつき、規制を発したち去る女性を目撃する。 やがて、周囲の人々が、ゾンビのような食人鬼と化す。謎の奇病が蔓延し、ZQN と呼ばれる感染者たちが街に溢れる。恋人や、仕事仲間も犠牲となり、都内から逃亡した英雄は、富士の樹海で、女子高生、早かりひろみ、五場のアウトレットモールで看護師、ヤブと出会い行動を共にする。反感染状態となった。 ヒロミの免疫力を人類の希望になるかもしれないと考えるお田の提言から一行は東京方面を目指していく。引きこもり、江崎隆氏はネット上の匿名掲示板を返してクルすと呼ばれる人物が率いる一派に加わり、アジトに招かれる。一派は ZQN の生態を観察しつつ暮らしていた。近隣の中学校に生存者がいると知り偵察の準備をする中、 ZQN がアジトへ侵入し、仲間の一人が、感染、さらに身を手する形で噛まれた江崎は、反感染となる。アジトを追われた一派は中学校へと移動し、そこで、ZQN の巣と遭遇する。江崎は同じく反感染のスコップの男と出会い、クルスも巻き込んだ、反感染者たち三つどもへの戦いの末に勝利する。クルスに成り代わった江崎は、茎幕府を名乗り一派を率いて、 東京へ向かう。漫画家、中田コロリは、池袋の高層ビルに牢場し、補給隊隊長としてガソリンを集めさせられていた。高層ビルの支配者であり、浅田教を主催する浅田曰く、脱出用ヘリコプターの燃料として必要だという。コミュニティに不満を持つ隊員たちからクーデターを持ちかけられるが、不安要素が多く実行には移せずにいた。コロリが悩む。 その最中に、茎幕府がヘリコプターを脱出するため、高層ビルのコミュニティを襲撃する。襲撃の際に、大量の ZQN がビル内へ流れ込み、さらには火災が発生し大混乱に陥る。それぞれが屋上のヘリコプターを目指し戦闘の末に、高層ビルから脱出する。人間と ZQN を交えた戦いは終わり、街には草木が生い茂る。 英雄は数と廃墟となった池袋で生き延びるために新しい日常生活を始める。名前の読みや本名は明確に判明していない限りそのまま表記する。鈴木秀夫本作の主人公、35歳。宝松の漫画家であり、プロ漫画家の松尾の下で作画アシスタントとして働いている。かつてはデビュー作として連載を持っていたが、 単行本2冊で打ち切りとなり、再デビューを果たすべく、出版社にネームの持ち込みを繰り返していた。練馬区三原台近く大関越自動車道高架沿いに在住。クレー射撃を趣味としており、重砲所持許可証及び散弾銃を所持していることが後々、極限状況を乗り越えることの武器となる。内向的かつ臆病な性格で、極度に肥大した妄想癖があり、深夜は、 寝室となりの高速道の騒音さえ聞こえなく、なるほどの恐怖に舞をらわれていた。彼の想像にだけ存在する男、矢島を話し相手にしたり、周囲から称賛されているような妄想をするが、端から見ればそれは単なる独り言であり、それが原因で現実には、三谷たち周囲に敬遠されていた。自分は、世界の脇役で、自分自身の人生でさえ主役になることはないという。 コンプレックスに陥っている。パンデミック後も街中で銃を抜くことをためらっていたが、ヒロミと知り合ってからは彼女を守るために発砲も意図はなくなる。アウトレットモール脱出後は、ヒロミ、小田と行動を共にし、東京に向かう目標の下で場所を転々とする。途中、異形と化した ZQN に飲み込まれ心肺停止に陥るも、吐き出された後に、小田らによる心臓マッサージで蘇生。 それ以後、散発的に感染者の記憶や思考を共有する、描写が多々ある。感染した小田と死別した後、さらに別れの言葉を告げて去っていったヒロミを追って、池袋に上陸。ZQN に襲われながらも、奇跡的に生き延び、パンデミックが鎮静し廃墟化した無人の都内で、池袋西口公園を拠点に単身で、自給自足の生活を送る。 矢島秀夫が作り出した妄想上の存在。外見は小柄で小太りで童顔。英雄が呼べば、どこにでも現れ、基本的に英雄の言葉に賛同するようなことしか言わないが、鉄構が感染した後には、実体のないもやのような存在で登場し、英雄に対し悟すような言葉を残し姿を消す。同作者の作品、ルサンチマン及び、ボーイズ・オン・ザ・ランの矢島に告示。 飛び出し坊や姿を消した矢島の代わりの存在。外見は飛び出し坊やそのもの。英雄の新たな話相手として登場し、矢島と同じく英雄の言葉に賛同するようなことしか言わないが、サバイバル生活を送る英雄に振り回され、理不尽な扱いを受ける。早かり広耳耳目の下に泣きぼくろがある髪の長い女子高生。おとなしい性格ゆえに、 学校では地味な印象で、クラスメートに、いじめの対象にされていたが、感染者と思われる首吊り自殺隊にも臆せずに、救いの手を差し伸べ、感染した、社員を安楽死させるべく自ら英雄の銃で撃つことを、志願するなど、度胸がある一面もある。小栗慎治という男性と付き合っていた。ゴールデンウィーク中の林間学校で、富士山麓に来ており、クラスメートとの受解での肝試しで、 逃れてきた英雄と遭遇する。英雄と共に富士山へ向かう集団から逃れる際、感染した新生児に首筋を噛まれる。新生児には歯が生えていなかったためか急激な感染は避けられたが、一夜明けた後に発症する。しかし英雄たちを襲うことはない、半感染状態となり、意識の混濁したまま同行する。アウトレットモールで、イホに頭を、 クロスボウで撃たれ意識を失うも、織田の懸命の手術により回復。意識の混濁は収まり感染以前のように行動できるようになる。また、感染により遠く離れた覚醒者や ZQN との意思疎通や身体能力の向上などが見られた。ワクチン作成のために英雄と都内を目指して船舶で移動中、突如として更新してきたクルスに促され、存在意義と運命を悟る。 英雄には彼を告げると、自ら巨大 ZQN を操り取り込まれていき、目の前から姿を消す。やぶ、小田津組アウトレットモールに避難していた女性。表面的には、イウラやサンゴに従っていたが、本心では彼らのやり方を心よく思っておらず、たびたび英雄たちを手助けする。元は、喜近辺の病院に勤めていた、看護師で、非番だったため感染を免れた。 発症後も、英雄たちを襲わないヒロミを感染パニック解決の鍵になるのではないかと考えている。コミュニティの崩壊後、英雄、ヒロミと共にアウトレットモールから脱出。その際に本名を明かす。ヒロミが意識を失っていた際に、立ち寄った宿で英雄と肉体関係を持つ。後に妊娠が発覚。英雄たちと別行動を決意する、モゼット QN に噛まれ発症。 かろうじて自我を保ちながらゴミ収集車のプレス機構に、自ら入り込み、最終的にヒロミが作動ボタンを押し、プレス機構に巻き込まれ死亡。黒川哲子、結構英雄の恋人で、かつて、松尾の漫画アシスタントをしていた。メガネと口元のほくろが特徴。英雄のアパートや松尾の職場すぐ近くの、古いモルタルアパートに一人暮らしをしている。アシスタント時代、同僚だった。 中田コロリと交際していた。別れた後も彼の才能に浸水し、連絡も取り合っていたことを英雄は不快に感じていた。手乱であり、よく英雄を翻弄する。事件の発端となった現場付近で少女に噛まれたことで自室で発症。訪ねてきた英雄に襲いかかり噛みつくも、直前に歯が全部抜けるまで玄関のドアを噛んでいたため英雄は感染せずに済んだ。 自らの指揮を悟ったかのように遺書めいたメモを残しており、実質内も中田の単行本をまとめて捨て、英雄の単行本を本棚に整列させるなど新編、政治的な行動が見られた。感染後も英雄に襲いかかろうとする他の感染者を倒し英雄を守ろうとしたが、最後はもう彼女は救えないと矢島に悟された英雄の手により、首を切断された。実写映画版では、 英雄ともみ合った際に頭がトロフィーに突き刺さったことで活動を停止した。大型 ZQN に取り込まれたヒロミとの会話で本当は英雄くん寂しがり屋だから一緒に連れて行きたかったと発言をしており襲われた英雄があの場面で助かったのは単なる偶然だったことが発覚する。中田コロリ黒川の元交際相手で3年前に英雄と入れ替わる形で 松尾のアシスタントを辞めて漫画家デビュー。実家は渋谷の土地持ちで裕福。女性のストッキングに執着を持つ。英雄の漫画家としての才能を買っていた。パンデミック以来、東京都豊島区の高層ビルに結成されたコミュニティに牢上しており、補給部隊の隊長として物資調達の指揮を取っている。明晰な判断力を持ち、危機管理能力も高いために慕う者も,も多く。 コロリ隊なる派閥が形成されていたが、コミュニティ上総部がそのカリスマ性を恐れて、コロリ隊を分割、解体し、現在では、セトともう一人の女性隊員からなる三人で、活動を余儀なくされている。セトには、幾度もクーデターを持ちかけられているが、仮に乗っ取っても彼らと同じことをするだけと拒否している。浅田のやり方やヘリ操縦技能に対して強い疑念を持っており、 彼に要求されていた、経典漫画の作成も渋っている。クルスの襲撃を受けて、大量の ZQN が基地へ侵入した際には、コロリ隊を再編し、応戦、さらに脱出を目論むむサ田や、トマベチらと屋上で退治し、狙撃される者の一命を取り留め、トマベチが操縦するヘリコプターで、サンライズ60を脱出。避難先の島で平穏な日々を取り戻し、 英雄の生存を信じつつ、漫画の執筆を再開する。松尾秀夫のアシスタント先の漫画家。妻子がいるにもかかわらず、みーちゃんと不倫していた。三谷によれば、職場に来る女性には、手当たり次第手を出していたという。感染した三ちゃんに噛まれ、しばらくは平成を装って、仕事上で執筆作業をしていたが、後に発症し、三谷に撲殺された。 三谷松尾のチーフアシスタント。40歳代。18歳の時に漫画界に入ったものの、デビューできずに年だけ取ってしまったことを嘆いている。態度が大きく、その性格を英雄は嫌っている。女子、アナオタクで、そのため職場でもニュース番組をよく見ている。同じ職場のミーちゃんに好意を持っており、たびたびアプローチを仕掛けていたが、全く相手にされていなかった。 YouTube を通して、街の非常事態について何らかの情報を得ていたため、臨機応変に対応して、感染を免れた。英雄と共に生存をかけ、東京からの脱出を図るが、三原第一丁目の歩道橋に上がる途中で、街の感染者に噛まれ、墜落する、ジェット旅客機の車輪に頭部を巻き込まれ即死した。実写映画版では、職場で英雄と遭遇した時点で、 松尾に噛まれて感染しており、自らカッターナイフで首を切り裂き自害した。パッシー英雄のアシスタントつながりの知り合い、関西弁を話す。英雄とは一緒に飲みに行く中であった。英雄との通話の中で、アシスタント先の師匠が感染したと、おぼしき会話があった。佐田和也通称、カズさん、超学館週刊ストリップ編集者、英雄の かつての担当編集であり、松尾を担当していた。英雄や三谷の持ち込みネームはことごとく没にしている。2009年4月29日の業務終了の後直帰、5月1日に台湾で新人漫画家の香織と共に取材旅行をしていた。現地で発症した彼女と格闘した際に手を引っかかれて感染、発症。ホテルの部屋に、 英雄の漫画連載を認める胸を殴り書きしたメモを残して行方をくらませた。同僚アシスタント、松尾プロの男性アシスタント。メガネと前分けの髪型が特徴。松尾と共に、みーちゃんと付き合っており、三谷には彼をクソ虫と下げ住んでいた。松尾プロのアシスタントの中で唯一感染していなかったが、 ミーちゃんと松尾の感染後に嫉妬に狂ったミタニによって最初に撲殺される。その後三国は英雄に対しあの狭い仕事場でも二人が感染したと発言している。ミーちゃん松尾プロの女性アシスタント。メガネをかけており、三つ編みにそばかす顔が特徴。松尾とは不倫関係にあった。感染者となって松尾に襲いかかり、彼の男性器を食いちぎるが包丁で、 松尾に刺され、水が入った浴槽に沈められ放置される。その後、水を含んで肥大化した、醜悪な姿で復活し、三谷に可燃性ガスが入ったスプレーをかまされ、ライターの炎によって頭部を爆破され活動停止。香り新人の女性漫画家、週刊ストリップで連載枠の候補に上がっていた。編集者の和也とは不倫関係にあり、彼との子を見ごもったと語る。 台湾で不倫旅行中に死輪夜市で子供に足を噛まれて感染し、翌日訪れた9分で発症、逃げるズヤを追う途中で観光バスに轢かれる。車、コロモヒロミの同級生。親が有力者で学校にも影響を持つ。ヒロミに好感を抱きつつも、実は隠れてヒロミいじめを行う中心人物だった。発症した教師に手を噛まれたことで感染。 発症後はヒロミを探し回りつつも襲うことはなく、同じく発症したカナコからヒロミを守ろうとした。カナコと共食いの末、ヒロミか英雄の発砲により活動停止。カナコヒロミの同級生。社員の取り巻きの一人で滑覆が良い。ヒロミいじめの一員。発症後、ヒロミのところまで社員に引きずられてきた。社員に食われて、活動停止。荒木自称通販カタログ専属カメラマン。 パンデミックの撮影で世界的な報道カメラ賞の受賞を狙って、祭祀を残して、富士山5合目へ向かっていたところ、三弾銃を持っている英雄たちを目にし、行動を共にする。御殿場アウトレットモールで非感染者がコミュニティを形成しているとの情報を得て、英雄、ヒロミと共に避難したが、コミュニティの崩壊時に英雄たちと分断される。 最後はもう一人の生存者である少年を生かすために、陸上選手の感染者を道連れに消死した。イホアウトレットモールの屋上で牢状する、非感染者コミュニティの裏の支配者で、高い洞察力を持つ。ピストルクロス棒を所持し、反逆者や気に入らないものを感染者の多数、徘徊する地上に落として処刑してきた。屋上から感染者を観察し、 生前の生活習慣を反復する傾向にあることを発見。また、屋上コミュニティ崩壊の原因となった陸上選手の感染者を警戒していた。三弾銃を持つ英雄をヤブを使って怪獣しようと、鶴もサンゴに横槍を入れられる形で裏切られ、開花のフードコートへの食料調達に参加させられる。調達作戦失敗の土作作作に紛れ一人だけで帰還。 ヤブの車を止めている駐車場で待ち伏せしていたものの、ヤブたちが着いた頃には発症しており、自傷行動に走る。その後、車に乗り込む織田を妨害しているところを、ヒロミによって顎を外されて駐車場の最上階から転落し、ヤブの運転する車に跳ねられる。英雄、ヤブ、ヒロミがモールを脱出した後、かつて自分たちが散々殴ってきた女性の感染者に首をもがれた。 アウトレットモール屋上での丁寧な言動や発症後の発言から元警察関係者であった可能性が伺える。実写映画版では産後に裏切られて食料調達の前衛に立たされるが混乱の最中一人、アウトレットモールの管理室に行き、モール内に大音量の BGM を放送して調達部隊を全滅させようとする。発症後、英雄の狙撃により頭部を破壊され、 活動を停止する。産後もと、引きこもりで、アウトレットモールの非感染者コミュニティの支配者。本名不明。英雄の散弾銃に目をつけ奇襲を試み、英雄から銃を奪うのに成功したものの、フードコートに、食料調達に向かった際に帰り討ちに会い、感染者に首をもがれ死亡。首は、燃えないゴミ用のゴミ箱に投棄される。実写映画版では、英雄から、 三段銃を強奪し、食料調達に繰り出すも失敗。ZQN に包囲される中、英雄やヤブと共闘するも、最終的に、ZQN に群がられ、英雄に自分ごと撃つよう頼んだ後、英雄に撃たれて死亡。目白三五と組む、武藤派。女子高生に、電車で、痴漢冤罪をされた過去がある。英雄とヤブに危害を加え、広ロが感染したことが判明した際に、 自慢の腕力で撃退しようとするも、手と足を折られ敗北。その後、ヤブの説得で心を開き、陸上選手の感染者が背面飛びでモールに侵入してきた際には、ヤブとヒロミを助けるべく自らおとりとなり、食われて死亡。ブライ、村井正和モールに牢上するメンバーの一人、ミリタリーオタクでエアーガンを所持。サンゴが散弾銃を、 英雄から奪った後の食料調達隊の一人になる。調達部隊の危機に際し、覚悟を決め英雄に本名を明かす。英雄を援護して、フードコートからの脱出に成功するが、感染者を殲滅しながら撤退する中で弾丸を打ち尽くし、橋の下に ZQN が落下する描写があるので、飛び降りそのものが原因で死亡したかは不明である。 黒沢アウトレットモールの元従業員。イホ、サンゴ、ブライ、英雄と共にフードコートにある食料庫に案内するが、冷蔵庫に潜んでいた感染者に頭部を噛まれ、手遅れと判断された村井によって冷蔵庫に閉じ込められる。田村目白と同じサンゴの手駒、ま、食料の調達時に見張り役として働いていた。サンゴと目白の連携によって、身動きができなくなった英雄から散弾銃を奪う。 この行動によってサンゴから二階級特進軍事大臣昇格と言われる。散弾銃を所持したサンゴらのフードコート探索部隊には同行せず屋上に残る。工術の陸上選手 ZQN が侵入した際には骨折して身動きの取れない目白の持つ防観を除けば彼だけが武器を所持していて他のメンバーは武器を持たされていないことがわかる。 直接襲われるシーンはないが、モールの壊滅後に、ZQN 化して徘徊している描写がある。少年モールに避難していた確認できる限りの最年少者。祖母と二人で避難しており、母親は感染して、地上を徘徊している。最後に、ガキと性処理係の飯は最後だろうと言われた時、ハゲとつぶやくなど、反抗心を持つ。一方、 母親が感染した事実を把握しきれていないような描写も見られる。最後はテントの中に隠れた荒木と二人きりになり、生きたいか死にたいかという荒木に、どっちかといえば生きたいと答えた。その後、陸上選手の ZQN と共に燃えていく荒木を見守る。田沢書老の男性。モール内で独自にうららが定めた独自ルールに従わずに反抗的な態度をとっていたため、秀でらが、 モール組に合流した夜に、口べらし目的で簡易裁判にかけられる。警察関係者や、裏社会の人間に、知り合いがいるなどと嘘吹いたが、携帯電話で連絡するよう産後に、指示されるが、誰も出ず、屋上から落下させられ両足を骨折。ZQN に襲われ感染した。モールから脱出しようとしていたヤブに、ZQN として這いずりながらまとわりつくが、 鉄製ドアに頭部を挟まれ活動停止した。陸上選手の ZQN 前頭部が凹んだ、坊主頭の ZQN。何らかの陸上の心得があったのか、ZQN の中でも非常に高い身体能力を持つ個体に進化している。背面飛びでアウトレットモールに侵入し、牢上する生存者の大半を殺害、感染させる。最終的に荒木の道連れで全身を焼かれ、 活動を停止する。実写映画版では、英雄と交戦し、俊敏な動作で英雄を翻弄し、頭部への狙撃で脳の大半を失いながらも活動を続け、最終的に英雄の三段重重症での大打により、完全に頭部を粉砕され、活動を停止する。クルス本名、年齢不詳の自称。パンデミックの三週間前時点で、感染した自分の母親をバットで何度も、 フルスイングする映像を YouTube にアップしていた。映像を通して呼びかけていた、俺たちの時代、世界は、俺たちのものという言葉は、ネット上に多くの賛同者を生み、その熱狂的ファンを指して、クルス信者という呼び名までできていた。埼玉県久喜市周辺で、アジトメンバーと共に活動。常に裸にブリーフのみの姿で、高い身体能力を持ち、告げナイフを愛用する。 アジトが感染者に襲われた際、タカシが感染する過程を見届けた後に、学校へ移動した、とまベチらに遅れて合流すると、気まぐれで、ハブ兄弟を殺害。タカシとスコップの男に勝負を挑むも激高した、タカシに敗れる。クルス同士の意識に存在する、本体の眠っている姿は老人であった。江崎タカシ埼玉県区喜市に住む、引きこもり青年。 母親が感染した後、実質にバリケードで立てこもりネットの掲示板を見て過ごしていた。クルスはじめ派が仲間を募った書き込みに答え、救出してもらう。その際、クルスに母親の首を切断しろという命令に苦悩しつつも、実行。江崎家から脱出の際に、周りの感染者が集まり始めたため、シと共にアジトに向かう。クルスはじめ派に加入後の装備は、 フェイスガードゴーグル、キックミット、くくりナイフ。アジトが感染者に襲撃された際、彼らを引きつけるため自ら、おとりとなり外に出て、陽道、激戦の末に噛みつかれ川に落ちる。しかし感染後も意識があり、身体能力が飛躍的に上昇する、反感染状態となる。傍然自失のまま皇帝へおもき、クルスにハブ兄弟を殺害されたことを知らされ、激行。 クルスとスコップの男を倒し新たなクルスとなる。たけし江崎を救出しに来たメンバーの一人。クルスの右腕的な存在で常に冷静。装備は防塵マスク、キックミット、長男。武道を習得しているようで逆上した春キを簡単に抑え込む。直接死亡した描写はないが、第192話にて戦闘型 ZQN と化したタケシが隣で、 活動していたコロリラを襲撃している。コロリによって頭部を切断された後も、石膏のような活動を続けるなど強靭な肉体に変異しており、また切断された頭部も他の ZQN に植え付けられ、再度高層ビルのコミュニティを襲っている。最後はおばちゃんによって、長名で再び頭部を切断された。ダニエリ・エザキを救出しに来たメンバーの一人。 クルスの輸送を担当していた片言の日本語を話す外国人。装備はフェイスガードゴーグル、キックミット、くくりナイフ。江崎を救出した後バラバラに逃げた際に感染し、噛まれちゃったからという理由でクルスに殺された。クルスはじめ派の女、江崎を救出しに来たメンバーの一人。本名や詳しい蘇生は不明。装備はフェイスシールド、キックミット、くくりナイフ。 性別は女だが、外見と言動から性同一性障害であることを伺わせる。また、織田が英雄に語っていた話より、織田の妹であった模様。アジトの風呂場で寝ていた際、感染者が雨戸を破り窓から侵入し取っ組み合う。アジトのルールに従い風呂場で監禁されていた際に、発症し窓から外に逃亡。第百四十話にて、戦闘型 ZQN として、 池袋で英雄と退治し、一時は襲いかかるものの、姉である織田との交信を境に、クレーンに追い詰められた英雄を守り始める。最後は、他の ZQN に首をもがれ、クレーンから落下した。トマベチクルス・トールのアジトにいるヒゲを生やした男性で、自称、アイサイカ。メンバーの武器製造を担当している。アマチュア無線に精通しており、他の生存者と連絡を取り合っていた。 アウトレットモールのイホが発見した、生前の生活習慣をトレースしているなどの他に、感染者は極めて緩やかだが南へ移動している、皮膚感覚を持つなどの発見をしている。第223話で再登場した際にはかつて、羽生兄が使用していたクロス棒を装備していた。小型ヘリの操縦技能を持っており、サンライズ60を襲撃した際に、 同じく操縦技術を持つと自称する浅田を同活してヘリコプターを脱出する。数名の生存者を乗せ、自ら操縦するヘリコプターでサンライズ60を脱出。おばちゃん、クルス・トールのアジトにいる、いかにも中年主婦といった風貌の女性。本名は不明であり、アジトのメンバーにはおばちゃんと呼ばせている。アジトにおける家事全般を担当している。 パンデミック後も電気が使えることや、原発に不安を持つなど主婦ならではの疑問を持つ。物落ちしない性格で、アジトの風呂場から感染者が侵入した際は、包丁の二刀流で汚染し、感染者の首をためらうことなく切断した。第225話にて再登場し左目に眼帯を、付け吹きとして、長蛇を装備していた。クルスの応募に耐えかねて一派を離反した後、 戦闘で偶然であったコロリ隊と意気投合する。屋上での戦闘で異を溶かしたコロリ隊の女兵士に飲み込まれるが、コロリに救出され、一命を取り留めた上に若返る。外見から見るに20代ほど。サンライズ60脱出後に、伊豆七島で瀬戸との子供を授かる。春キ来るストールのアジトにいた男子中学生。パンデミック以前に両親がカルト宗教に入れ込み、 家庭崩壊した過去を持つ。江崎の母校の生徒でもあり、江崎の中学生時代、彼をいじめていた親戚を持つ。短期で攻撃的な性格であるが、城を何か時にかけている。頭にフェースガードをかぶり、左手には包丁を数本刺したキックミットをつけている。霧谷と格闘の末に、ZQN の血液が付着した包丁で、霧谷に傷を負わせて感染させる。 しかし油断した隙にキックミットに刺してあった予備の包丁を切り谷に奪われ、警部を刺されて感染してしまう。発症後は、城の呼びかけに見向きもせず、ひたすら、ZQN と戦っていた。山田城、クルストールのアジトにいた春キと同級生の女子、中学生。屋内でも常に、防塵マスクを装着している。家族が避難したというメールを信じ。 避難所の学校に望みをかける。都内に進出した際には、武器回収任務中であった、桐谷らに対して、成功を条件に救助を求めるという、ハニートラップまがいの罠にはめ、桐谷の相方を春樹に殺害させた後に、キモいと吐き捨てるなど冷淡な行動に出る。サンライズ60を襲撃した際には戸間べちに、追従して春樹との脱出に固執していたが、そのせいで、 ヘリコプターに乗り損ない、発症した霧谷に足をつかまれ、さらに顔面に、長長直撃し墜落した。ハブ兄弟屋には、江崎救出の際、公園部隊として、クロスボウで感染者たちを狙撃した男性。アジト近くの田んぼの物置小屋を改造して、普段はそこで、アジトの門に近づく感染者を駆除する。アジトとは携帯ゲーム機のチャット機能を使い更新する。妹、 トキコは小型のクロス棒を持ち物置小屋で見張っていた。クルスはじめ派を信用しておらず、地元民の江崎を独自の避難計画に誘う。学校に逃げ込んで車で待機する苫マベチを脅迫していた際、やってきたクルスの気まぐれで兄弟ともに殺害される。スコップの男本名不明。2本の検査機スコップを武器にしており、 裸にネクタイとブリーフの格好でクルスを待ち構えていた。かつてスーパーでバイトをしていた時に感染者に噛まれたが、誰も心配されなかったことに憤りを感じ、ヒーローになれなかったことをコンプレックスに思っている。その後は避難所を点々と回り、自分より格上に見える人間を次々と殺害していった。感染以前はいじめによる落下事故の後遺症で、 半身不遂をわずらっており、感染後は江崎と同様に意識を保つ半感染となった。半感染状態であることを人間を超越した競争と称している。瀬戸高層ビルのコミュニティに属する補給隊の男性隊員。ZQN との戦闘にも慣れており、スリングショットを武器にしている。現行のコロリ隊のメンバーで、コロリを俺たちのヒーローとして慕う。 正義感が強く、コミュニティ上総部に対する不満を持っており、コロリに対して、クーデターを持ちかけていた。クルスの襲撃を受けて、大量の ZQN が基地へ侵入した際には、コロリの指示のもと活躍。屋上の戦闘では一人でも多く救おうと奔走し、戸まべちが操縦するヘリコプターで、サンライズ60を脱出。避難先の島で平穏な日常を取り戻した。着用マスクは、 ドクロのフルフェイス。コロリ体の女兵士コロリ体に属する若い女性隊員。本名不明。口数や感情表現が少ないものの、戦闘能力はコロリ体随一を誇る。右足を失う怪我を負って入院中にパンデミックが発生、感染し体者に噛まれて一時は変異の症状を見せるも、回復し、失った右足も再生されていた。外見は、 非感染者と変わらないが、反感染者と同じく身体能力が向上していると思われる描写が多々ある。クルスの襲撃を受けて、大量の ZQN が基地へ侵入した際には、瀬戸と共に活躍。屋上の戦闘では、クルスと互角の戦いをするが、隙を突かれて、右足を負傷、症状が悪化し異形の姿に変貌してしまう。 変貌した後もコロリとアイコンタクトを取るそぶりを見せ、ヘリコプターの脱出を手助けするかのように屋上へ、集まる ZQN と戦い続けた。着用マスクは、ドクロのハーフフェイスのロアーマスク。桐谷警備隊に所属する男性。大隊長に脅され、武器回収に向かったコロリラを先回りするが、クルスはじめ派の策略にはまって、人質となる。混乱の最中、無線で、 僕らはみんな生きているを熱唱し、ZQN を擁動して、コーロリラの脱出を手助けする活躍を見せた。春キとの戦闘で、ZQN の血液が付着したナイフで切り付けられ、感染し、発症。最後は城に執着しているところを射殺された。着用マスクは次配ぎされたドクロのフルフェイス。デブ警備隊に所属する大柄な男性。本名不明。 パンデミック前はニートであったが、コミュニティで労働力とならない子供や老人たちを見下している。大隊長に脅され、武器回収に向かったコロリラをキリタニと共に先回りするが、クルスはじめ派の策略にはまって、春キに視察される。着用マスクは次配ぎ,ぎされたドクロのフルフェイス。風景美隊の参謀と呼ばれる女性。クルスはじめ派の襲撃を受けた際には、大隊長代理として、 現場で指揮をとっていた。屋上へ向かうコローリ隊と合流しようとするも、エレベーターの重量制限を理由に断念。自ら進んで延焼する、ビル内部に残る。着用マスクは、犯人のフルフェイス。浅田池袋のサンライズ60ビルを拠点とする、コミュニティを支配する金髪の男。ビル屋上に駐機された小型ヘリを操縦できると、自称し、 都内からの唯一の脱出手段を有しているとして、コミュニティ内での発言力を得た。浅田京なる自らを救世主とする宗教を立ち上げ、コミュニティ内ひいては世界に浸透させようとしており、漫画なら万国共通だろうとの考えからコロリに対して、経典の漫画版の制作を依頼している。コミュニティの高齢者を監禁して殉教者として、 教師たり、適当な絶造物語で後世のバカどもの宗教になってやると発言するなど軽薄な思考のもとに行動している。最後は、トマベチのクロスボウの矢で、ZQ n 化した側近の女の所持していた火炎放射器で焼かれ焼し、大体長コミュニティ内の実動部隊を束ねるリーダー。風貌は、クイーンのフレディ・マーキュリーに似ている。規律や命令を第一と考えており、 人命を優先して武器を投棄し、命からがらで帰還したコロリに対して即時戻って武器を回収するよう命令するなど冷酷な性格。コロリを目の上のコブと見ており、彼を失脚させるために武器回収に向かわせた直後、別動隊を先回りさせて回収させようとするなど、打算的な面も伺える。コミュニティを襲撃したクルスに投げ落とされ、転落死した。 着用マスクは継ぎ配ぎされたドクロのフルフェイス。マー君高層ビルのコミュニティに避難していた少年。祖母と二人で避難しており、他の高齢者と同様に高層階で隔離されていた。桐谷から浅田教の経典漫画を託されたことで集団巡教をお免れるが、それが原因で人質として浅田に連れ回される。屋上で浅田から見捨てられていたところを瀬戸に救出され、 トマベチが操縦するヘリコプターでサンライズ60を脱出。避難先の島では老夫婦から養子縁組に誘われる。ジャンブリュッセルで記憶喪失になっていた男性。変わり果てた風景に呆然としながら街中をさまよい怪物を目撃する。徐々に記憶を取り戻すがすでに感染しており、発症したことで自らの死期を悟り、セシルに電話で愛してると伝える。 セシルジャンの妻、グレスバーグ城に避難している。少女迷子になっていた少女、ZQN に囲まれていたところを助けられる。青年迷子になっていた少女を小灯へ招き入れる。巨大 ZQN を目撃する。スーツの男青年らと共に、小灯で避難していた初老の男性。巨大 ZQN を目撃する。日本人観光客青年らと共に、 小島で避難していた日本人の男女二人組。巨大 ZQN を目撃する。イタリアのクルスロングコートにビキニパンチ姿の男。多言語を同時に喋る。ガスマスクの ZQN ガスマスクを装着した頭部から2本の脚部が履いている ZQN。異様な容姿とは裏腹に理性的な思考を保っており、パンデミックにより人類が一掃されたバルセロナで様々なものを。 目撃し、考察を述べる。その後、足から目を出し地面に根を張り、活動を停止。スペインのクルス上半身のミスーツを着用し、下半身はブリーフ姿でサグラダファミリアにいた男。多言語を同時に喋り、ガスマスクの ZQN と議論を交わす。サルバドールダリに漁船の船長巨大、ZQN に襲われていた英雄とヒロミを救う。 かつて米軍の基地従業員であったようで、英語がわかる。孫のワクチン接種を条件に東京まで輸送する。英雄の散弾銃を譲り受け、代わりにカヤックを譲る。海任船長の孫。食料調達の最中に感染し船のエンジンルームに閉じ込められている。ヒロミと接触した際には小田を噛んだ ZQN の記憶とシンクロした。 病状が発症すると、全身の血管が浮き出た外見となり、感染していない人間に噛みつきで襲いかかる。発症後は、驚異的な身体能力を持つ。指で自分の目を潰すなどの自傷行為に及ぶことがあり、車にはねられたり、階段や高所から落ちたりしても、何事もないかのように動き回る。また、四則方向で走るなど、肉体的に不可思議な行動をとる者もいる。 名称発祥の根源は明らかになっておらず、最近テロや宇宙人の仕業など様々な噂が飛び交い、作中の匿名掲示板や非感染者コミュニティ等を発祥に ZQN と呼ばれるようになる。厚生労働省により多臓器不全及び反社会性人格障害という病名で公表されているが、これは前述の症状の進行を官僚の文書的に表現したものである。 米軍の間では、ゼロクアラファイドニュークリアスとも呼ばれていた。修正修正として、以前の生活習慣や行動様式に関連した言動が見受けられる。感染時に心残りであったことを満たしてやれば、非感染者への殺傷接触衝動が抑えられる、傾向にある。銃声や金属音など大きな音に反応して集まり、目の前に非感染者がいる場合であっても、より離れた位置にいる。 大きな音を出すものを優先して襲う。また、ZQN の遺体が流れる川や遺体が放置された、田んぼには近寄らない、ゴミ捨て場に倒れた江崎がなを逃れるなど、嗅覚でも、非感染者を感知しているような例が見られた。噛みつかれた後も、生体として生き続けている人間の場合には、症状の進行とともに正常な思考能力や、言語能力が次第に失われることにより会話と、 こうしない、尻滅裂な発言をするようになり、最終的には、生態としての死を経て、周囲の非感染者を襲い始めるようになる。クルスイチミは、サンプルとして、女性の感染者を捕獲しており、トマベチによると、心音、呼吸、脈なしという状態ではあるが、性器などに触ると反応があることや生理は、訪れることを発見している。また、アリア八といった、 社会性昆虫のように、ZQN 全体で目的を持ち集団を形成しているとの仮説を立てた。感染から、発症感染から発症までの時間には、個人差があり、負傷して、数時間から数日程度の時間を経て発症する者も、いれば、噛まれた位置や回数により、即座に発症に至る者もいる。交渉や、作家症以外の感染経路は明示されておらず、 人間以外の動物の症例も描写されていないため、人獣共通感染症であるかどうかは不明。しかし、目立った外傷がなく発症した、イウラや、ZQN を処分した風呂場でシャワーを浴びかつ、生理中であった、小田の妹など、感染者の血しぶきなどから、血液感染する可能性があることは、示唆されている。噛みつかれた後、発症前に生体として死亡した場合でも、 その死体が後に感染者として攻撃行動を取る例も多く見られる。この場合、湿度の上昇で、宇治が湧くほど体が腐敗した状態、歴史や生子、死死や胴体が断裂していても、身体機能の許す限りの行動が行える。撃退方法いずれの例、種類パンデミック発生当初は同一の変化をしていたものの、時間の経過とと,ともに、様々な形態へと変異していく。 人型 ZQN 感染を拡大させる ZQN。戦闘型 ZQN 人型 ZQN の中でも生前にスポーツや戦闘技術を得得していた影響で特に高い身体能力を持つ ZQN。例としては御殿場のアウトレットモールで登場した陸上選手の ZQN など、建設的 ZQN 遺体やゴミなど街の清掃や、 治安維持を行う ZQN。組織的、機械的に行動する。スペインでは、バルセロナの建築物を模した形をしていた。巨大、ZQN 人型、ZQN が合体し続けた末に、巨大化した、ZQN。掲示板では、名もなき集積能として、意識と記憶が残っていた。移動を停止すると降下した後に放火した。存在理由の不明な、 ZQN 非常に高戦的で、人間も ZQN も関係なく殺戮し破壊する ZQN。ZQN 同士の意識の中でもイレギュラーな存在として認識されていた。例外的に、ヒロミやエザキなど発症後も、生体としての死には至らず意識を保っているものも、わずかに存在する。発症後は、驚異的な身体能力を持ち、 興奮状態になると右目及び顔面右側に血管が浮き出た外見になる。また反感染者同士での意思疎通や ZQN のコントロールなども可能となる。名称作中序盤においてクルスとはあくまで個人名を指す単語であったが、中盤でスコップの男が競争をと称し、終盤ではクルスは覚醒した反感染者の総称として使われている。修正、広ロの場合、 健常な人間とは大きく異なる脈拍などの生態反応を示し、ある程度以上の言語、思考能力も残っていて、英雄の指示に従順に従うなどの行動が見られた。しかし、周囲の環境や文物に対する外見認知能力は、発症前と大きく変質しているようで、彼女の目には、周囲の人間が、ぬいぐるみのような異形の怪物として認識されていた、ようである。 江崎の場合、身体能力の大幅な向上、負傷箇所の高速治癒、頭髪の急速な成長など、新陳代謝の活発化による体質変化が見られる。また代謝活性化による体温の上昇からがいるよう、身につけなくなるようになる。感染から発症第236話において、英雄を例に心を閉じている人は感染しにくい。第258話において、このウイルスは、 絶望状態の人間には希望の光になるとの記述があり、引きこもりであった、クルスや江崎、いじめられていた、ヒロミ、半身不随になっていたスコップの男、右足を切断していたコロリ隊の女兵士などが、半艦船に止まっていたこととも整合性が取れている。現実社会と同じく銃刀法が敷かれた日本を舞台としているため、同じジャンルの作品とは異なり重機類がほとんど。 登場せず、生存者は国内でも比較的入手が安易な日用、農業用、狩猟用、スポーツ競技用の道具類を武器として転用している。コミュニティごとに装備の特色があり、近隣のホームセンターや専門店から調達していることが伺える。アウトレットモールのコミュニティクルスはじめ派構想ビルのコミュニティ2016年2月29日発売。 ISBN 978から4から0918756622017年2月28日発売。ISBN 978から4から0918931782017年2月28日発売。ISBN 978から4から091893185内容は、各漫画家による本作をトリビュートされたアンソロジー作品。 週刊スピリッツより順次掲載されたものをコミックス発売された。2016年4月12日発売。ISBN 978から4から091875884映画化を記念して刊行された。アンソロジー小説集。カバーイラスト、花沢健を、ブックデザイン、鈴木誠一デザイン室。2016年4月発売。 ISBN 978から4から09から18万7678から2カクワリスト、17歳の眉、浅井亮、ZQN 再生、中山七里、光、富士の香り、一筋の希望、下村厚志、ゲームイズオーバー用、真中健、消え残る佐藤智也、島本リオ2016年4月1日より、DTV にて配信されている。 キャストテーマ曲2016年4月23日より全国東方系にて公開。R15 指定。この作品を収録した DVD 版とブルーレイ版もある。静岡県浜松市及び韓国のアウトレットモールにおいて2014年夏に撮影が行われた。韓国ロケ中においては発砲シーンで実中が使用され、主演の大泉は 本物の散弾銃の打ち方や構え方をトレーナーの指示を受けながら練習していた。アイアムやヒーロー始まりの日と題した映画版のスピンオフ作品で長澤まさみ演じるヤブが主人公となる。2016年4月から DTB で配信。アイアムやヒーローの前日端で小田津組の看護師時代のエピソードが描かれている。スタッフ2016年3月から 東京水道橋にある常設スタジオ工楽園秘密基地オブスクラップにてスクラップ主催の参加者は受付時に対応したタブレット端末に表示される情報を頼りに様々な謎を駆使して1時間以内に廃墟になった病院内をくまなく探索し ZQN を重殺することがクリア条件また制限時間内にクリアできなかった場合でも追加料金を I am a hero 始まりの日に関するカテゴリー、ありがとうございます。